さあ続きなんですけど、8、2、4、5、6を使う。まずこれが、これはまためんどくさいやつね。で迷路があって、行けないところがある。4番で別の世界に何があるかっていうのをちょ逐一チェックしていかないとダメなのかな。ここも開く。これ表できたのかな。これ通れない。これ向こう側からアクセスするやつでしょ。これ通れない。片道なのか。でハイジャンプ、はいはい。で下は通れない。なぜ通れないのか。上のものを取ります。取れねえんだわ。え、どこ、ここ、飛びすぎた。一回飛びすぎたらこのルートで出てこないといけないのか。開かねえんだけど。うまくあそこに着地すればいいの。いや着地とかじゃねえわこれ着地とかそういうとこじゃなかったな。上でガラス張りじゃないところは、このまっすぐなのかな。ここはいける、ここいけない、ここガラス張り。見えねえんだわガラスかどうかが。ここは、ここもガラス、乗れちゃった。でどこが何、上の階にどうやって行くの。これガラス、ガラスだと思う。これもガラス。一番右端が、まあいいや。で取れました。これを下に置くんだけど、置いたらあのまたあの子邪魔するんだけど、まあまあいいでしょう。人に邪魔されつつもこれを置いて巻き戻しをすればいいからね。これ押してることになってんだよな。このぐらいの時間押してれば大丈夫かな。ずっと押してました。で戻って、あれを押してる間赤い通路が通れるようになっているのだとしたら、ここで6で戻すとあれが乗ることになり、どうでしょうね。なってるね。ずっと押してなかったことになってるのかな、これ。ガタガタは言ってるけど押してなかった扱いになってました。そんなところに俺押しつけてなかったんだけど。ちょっと待ってくれ、タイムマシーンが正しく動かないんだったらもうどうしようもないだろう。置いて、まあいいよ、今3回やったから3回のうちどっかで入ればいいやろ。でタイム戻し555。あとはどうなの？あとはこれとこれとこれとあって、3個全部押さないとダメ系かな。だとすると、これ持ってってこの辺に押して
俺もここにいてどうなんだろう。これでタイムを戻すと全部オステロ判定になってくれるのかな。そういうもんではないのかな。もう戻ることもできないので上のブロックを持ってくるとかっていうのはできないのよ。上のブロック持ってきたらでもここに入れないから、あ、これ1個で何個か別の世界にブロックがあるんだわ。あるのはいいけど1個、なんでずれてんの。これで2つ乗って3つ、開くけどっていう感じなんだ。開くけれどももう一歩だよねっていうところ。でこっちのタイム戻しは箱がそのものがないとボタンを押してました判定みたいなことにはならないから、これをあとなんとか押しておきたいんだよなということなんですけど、6で戻してもダメでしょう。あとワンピース、裏の世界にそれ以上ないし、これをこっちに持ってって、あれ、裏の世界にいる間はこっちの世界でやったことは全部キャンセルされてるってことなのか。でもね、あ、2番を使える、なんかオブジェクトをこっちに引き寄せるってやつ使えるかな。3箇所全部押すんでしょ。1つのブロックを2箇所で再利用する、片方で押しててもう片方でも押してるようにする。パラレルワールドでブロックをずらしたことでそれがもう1個、いや、ならないよな、ならないと思うな。パラレルワールドあるやないですか。この世界でこっちを押しつつこっちも押すみたいなことができるわけではないんですもんね。消えたし、そうだよね。じゃあここは普通にパズルだわ。難しいね。この空間何なんだろう。なんかあった、壊せる、表の世界なんだけど箱が2つある。どうして？これはおかしくないか？なんでだ？ん？ん？ん？
一個消えたんだけど。あれ？箱を一つ次元を超えさせちゃった。うん、でもないね。でもね、結局向こうに行けないしね。私に効果がない。さっきと違うじゃん。ルールをしっかりしてくれ、しっかりしてくれ。なんかこのパズルがじゃあ解けるか解けないかも分かんないじゃん。今与えられたピースが正しいものなのかどうかが分かんないわ。なんかできそうな感じするんですけどね。どう言っといてこんなことして6番で戻す。6番が効かない。困ったな、困ったな。こんなとこで終わるの？なんでや。どこにいたやつだお前は。ん？え、なんかもう全く別のブロックが一個出てきてんだけど、これどっから来た？どっから来た？誰だ？なんかこれで表と裏で合計3個、最初1個し最初2個しかなかったブロックが3個になってるんですけど、どういうことだ。どういうことだこれ。あれ、そんなルールだった。あかん、これはちょっとリスタートは。何を使うって。2456、2はどっかで使うのよ。引き寄せがどっかで使われることになるはず。ここにあったブロックを1個下に持ってければなんか強そうなんだけどね。2でもうこれ引き寄せられるんじゃないの。ダメか、そっか、壁があるからか。これを持って
帰りたいな。でもそれをしたら6番はやっぱ箱があってここは動くべきものだから違うよな。違うんじゃろうな。これ裏の世界でやったことは、ああ裏の世界でやったこともこっちで反映してくるんだ。世界で一番腹の立つギミックだねこれ。まあいいや。で箱を持っていくこともできるんでしょうし、置いてって開けてで逆回転させて、一個でしょ。でもう一個はもう2個、あじゃあこれ最初の状態でこうだったんだ。こっちの世界で2個あって、もう片方の現実世界で1個あって、なんだ別に良かったんだわ。あとはどうするのだよね。なんで持ってるものは時空を移動できるっていうことなの。そうなの。あ消えたけど、そういうことは知らないよ。今初めて知ったんだわ。バコーンするとバコーンすると跳ねんだけどお前ら。なんなんだこのゲーム。なんなんだこのゲーム。You have to go 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 around and はい。いきなりどこにも持ってきようがないやつ。これ上はどうなってんだ。上は壁なんですよね。壁なんだよね。でこれが、あ乗ってるとあっちに飛ばせんの。で飛ばしたけど飛ばしたけど乗らねえんだわ。であそこにあるけど取れちゃったらまずくない。だってもうそこ正しい場所に置けへんし。いいのかこれ。何をしないといけなかったかって、多分手前の2つを押してここが開くようになるんだと思うんですけど、必要なもの全部向こうに送っちゃった。あこれもあれか、裏世界か。裏世界使わねえんだわ。こう時間を戻せ時間を戻せ。戻すと、これは戻ってきてる。
と、あれ戻った、あれ戻ったか、押してんのか、あれだから、じゃあ正しくボタンの上に置かれるまで何回でもやり直せってこと。パズルゲームはそんなことしない。あーでもこれ普通のパズルゲームじゃないな。帰ってきた、帰ってこんねえな。来た来た来た。あれマジでそういうこと。開いてんな、じゃあ乗って開いてんな、開いてんな。で今度は2つを向こう側に入れてここ開けるんだわ。めんどくせ。パズル力いらんもんなこれ。見えねえ、とにかく見えない。乗ったか、乗ってんだわなんでこっちが動いてんの。あまりにも戻しすぎるとまずいのか。向こうに送れへんし、あれ向こうに送れないじゃん。送れなくなってますけどね。なして、ここがなして開かない。向こう側に緑がなくなったから、ひたすら時間をただ戻すだけでよかったのか。じゃあこう、あのブロックはあっちにあるべきで、このブロックは逆に掴んで、もうお前は絶対こっちみたいなことにできないのかな。できないのかな。あれが一番初期状態になると左の部屋に行ったのかな、行ったのかな。乗った。で、あとこれをあっちに投げればいいのかな。
どう？ダメね。開いた。なんだこれ。なんだこれ。めちゃ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 めんどくさい。Up, down, left or right. Mine is forward. まだタイミングがあったらちょっとやろうと思います。あの文句を言いながらも進めてるのがこう嫌な感じね。パズルとしてはなんか崩壊してるんですけど、その説明がないしチュートリアルがないし挙動が不安定だしめちゃくちゃシビアっていうところで結構破綻しているパズルデザインなんですけど、進めはするっていうぐらいです。こんなのもあるんだよっていうことですね。はい。